vai farfallon amoroso notte giorno di to。はい、どうも皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。とですね、ルーディメンタルチャレンジを一通り終えまして、今はですけれども、まあ、自分なりにハイブリッドルーディメンツというものをねチャレンジしております。で、ハイブリッドルーディメンツとは何ぞやっていう話なんですけれども、で、ビッグファーズのホームページに載っていますので、ぜひチェックしてみてください。おそらくそれ以外にもたくさんありますけど、ビッグファーズのホームページにもかなり数載ってます。ビッグファーズホームページのリンクはね、この下の概要欄に入れておきますので、ぜひそこからハイブリッドレディメンツチェックしてみてください。ということで、今やってるのが、バルーンズっていう、バルーンズっていうルーディメンツなんです。タカタカ、70、できた、できたよ。もうちょっとやりましょう。80、試しに90までいってみましょう。90、できません。まあ、90でまだ90の6連覇だとできませんで、おう、できませんでした。ということで、こんな感じでお辞儀しちゃった。よいしょ。ハイブリッドルーディメンツにチャレンジしています。これらをね編集して、また自分の演奏をより良くしていきたいなと思ってます。特に別にレッスン動画でもないんですけれども、片平の日常っていうことで記録しておきます。ぜひ皆さんもね、ルーディメンタルチャレンジ一通り終えた方は、このハイブリッドルーディメンツチャレンジしてみてください。今までのルーディメンツないこう要素がたくさんあります。ハンドテクニックの向上に役立つはずです。この調子でいろんなルーディメンツを頑張っていきたい。適当にこの動画を上げるので、また見てください。それじゃあね。